そこに相手ディフェンス集結して、うん、今度はサイドが使えるようになるんですけど、はい、その縦パスっていうのもタイミング間違えるとカウンターの餌食になるし、サイドバックの安西入れる、キーパーどうだ、入った、狙ったシュート、安西決めて今13分先制点。キーパー出てるの見えてましたね今ね。明らかに狙いましたね。安西はシュートうまいんですよ。まあ見事なシュートですね。でもね、速いボール、ワンタッチ、このスペース、そしてキーパーの動きをこれ把握しました。ここ、結局キーパージャンプしたも届かず、林。いや素晴らしい、素晴らしいですね。完全に翼先がこっちサイドネット見れば向いてますよね。はい、安西今シーズン2ゴール目、